ある程度まで眉唾ものだという試験に書いた、うん、明らかに眉唾ものっていうのをね、はい、狙ってます狙ってる OK too confident eventually you will hurtハローだよ、始まりました。もいせチャンネルです。今回はですね、田淵さんが、はい、ね、東大の問題、受けたということで、はい、受けました。その英語をね、その和文英訳をちょっと検索したいと思うんですけど、はい、これ、ね、本物の東大のね、はい、やつなんです。実際、この解いた問題を書いてもらってですね、はい、でそれを、まあ、僕はちょっと見て、で、さらに、ネイティブにも検索してもらうというね。そうですね。リアルな英語で。リアルな英語で見るとどうなるのかっていうのを、はい、楽しみです。どう変わるのかっていうのを、ね、はい、見たいと思います。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。で、僕が英作文を、はい、ずっと東大受験の時に検索していただいてた。ずっとっつも最後の方来なかったですけどね。はい、最後の方僕がちょっと良くない、サボりが出ちゃって。サボロが出ちゃうんだよね。はい、出ちゃいました。で、検索してもらってないんですけど、実際に僕が東大の試験、その場で解いた問題ですね。こちらでした、今回。和文英訳ですね。あ、ここね、カンタロウさんちですね。あ、ちなみにそうですね、カンタロウさんのところに。でも、ね、落ちてるんだよ。そうですね、こういうところもちょっとリアルで。ああリアル。リアルな感じ、生活感がありますね、だいぶ。マイクここにあるっていうね。あ、これで拾ってるんですか。そうそう、ピンマイクが上にあるって、ね、結構アナログだけど。つけるもんじゃないんですか、ピンマイクって。何でもありですね。あ、鈴木貫太郎、もう常に CM し続けなきゃいけない。はい、名前をまず宣伝して、はい、さあ、じゃあどんな問題だったのか。はい、問題はですね、和文英訳。この前に一番あって、生きていくためにはまず若干の自信を持たなくてはならぬ。しかし自信ばかり押し切ってはやがていつかは他人を害する立場に立つ。自分たちはいつも自分たちの信念がある程度まで眉唾物だということを悟り、かくて初めて寛容の態度を養うことができるといった、ちょっと難しいというかごちゃごちゃした感じですけど。いや、これ日本語読んで分かりました。でもいやー、このやっぱ眉唾物っていうのが正直これは分かんない、日本語の意味の強さが捉えきれなかったです、僕は。まあそうですね、はい、だいたい東大受験生の中の多くはそうなったと思うんですよ、はい、まあ本とかね、いっぱい読んでる人だったらまあ僕と行くかもしれないんですけど、ちょっとやっぱ一般のね人には分かりづらい。だから僕も好評動画出したんですけど、はいはいはい、結構だから分かれました。あ、これめっちゃ水流れてる音拾ってんじゃないいや、そういうのも、ね、リアルにお届けします。いや、だからコメント欄も割れました。前つばもなんか知らないっていうのと、はいはい、いやいや、そんなん知ってたら当たり前だろうっていうのでかなり割れちゃう。じゃあ国語力がある人はこんなものともせずに訳せた、ね、ちなみにここだけ取るってどういう意味なんですか。え、それまず見てからですね。田淵さんの回答を見て。わかりました、はい、じゃあ僕の回答、スペースないんで一回消させてもらいます、はいはい、これリアルな、ほんと手直ししてなくて、おここに書いたままなんで、はい、ちょっと自信はかなりないです。はい、お願いします。さあ、じゃあ読んでみてください、はい。However, if you are just confident whenever you do something, you will finally hurt others' feelings. It is not until you realize your confidence that you learn to be tolerant ですか。はい、tolerant、はい、なるほど、って書きました。これが試験で実際に書いた答えです、うん、わかりました。じゃあ、はい、見ていきますか。この音大丈夫なのかな、表に妻にそう言いたかったんだ。逆の立場で、自信ばかりで押し切ってを、はい、まあ押し切るはもう普通にコンフィデントで言ったっていうことですね。はい、ジャストはどうして入れたんですか。これ自信だけでみたいなだけので入れちゃったんですけど、うん、なるほど。 Whenever you do something、 何かをやるときに You will finally find、 まあ、ってるんですけど、あ、 finally、 なんで finally、
あ、やがて？やがてを入れちゃいました。やがてを入れました。これついにって意味ですよ、これ。やがて。やがてじゃ。そういうことか。その最終的にはこうなるっていう意味ですね。まあ、だからイベンチュアリーとかじゃないですか、それだったら。結局イベンチュアリー。Others feeling。Other はそうですね。複数だからこっちです。はい。Other people's feelings とかね。あ、これはこっち、今書き間違えて、あ、回答ではこっちにしました。あ、よかったです。はい、You realize your confidence. ね、はい、まず、realize の使い方ですね。realize って何でもかんでも取れるわけじゃないので、後ろに。realize が取れる名詞ってほとんどないんですよ、はい、そもそも。なるほど。どっちの意味ですか？叶えるの意味で取ったのか、それとも気づくの。そうですね、気づくとか。気づくっていう意味で取れる名詞はほとんどないですから、気をつけた方がいいですね。大きな間違いです。重要性とかですね。realize the importance とか、あ、そういう時に使う。基本的に自分が教えるときは、ざっとせず取るようにしなさい。なるほど。というふうに教えますね。はい、あなたの自信に気づいて初めて、かくて初めて寛容の態度を養う。寛容の、あ、養うはもうなるって言ったわけですね。Learn to be tolerant ですね。tolerant のスペルが違うんですね。あれ？とかでいいですから。なるほど。いや、やっぱ眉唾物っていうのが分からなかったっていうところでしょうね。眉唾物って、どういう解釈にしましたか、日本語。仕方がない。あー、なるほど。これ眉唾物っていうのは、ね、信用できないっていう意味です。疑わしいって意味ですね。それは全然違いましたね、解釈が。そうです、疑わしいものだ、信じられないものだっていう。なるほど、国語だ。そうそうそう、もう国語力ですね。そうなんですよ、はい、ここを分かんないと、まあそれぞれの大手の予備校もそんな感じで書いてるんじゃないかなとね。 Your beliefs may be wrong とかですね。なるほど、だ全然違いましたね。そうですね、はい、だからここは可愛いだったら questionable っていうのを使ってますね。だから疑わしいっていうね、使わないといけないっていうことですね。過去問見た感じだとこんな難しい表現なかったですね。なかったんで、あとは end up by ng 使ってました。最終的にこうなっちゃうとこで end up by ng を使ってやったりとか、結局こうなるとか、最終的にこうなるっていう、ね、はい、こういうのもね、あり得ますよね。明らかに眉唾物っていうのをね、はい、狙ってます。狙ってるに決まってるわけで、はい、そこが分かってる人と分かってない人に一体何点で分けてるのかみたいな、ね。まあ、ちなみに英語全体の得点は80点中60点、はい、80点中60点、80点は嘘です。そんなわけない。そんなわけないじゃんってことで、なんで英語80点、いつから変な、そんなに急に見栄を張ってしまった。120点中60点でした。半分、ちょうど半分でした。オンライン英会話のやつ。英会話できるんですか？そうです。今後のリスニング対策として英会話して、ね、もう好きに選べるんですよ。リアルタイムで予約とかじゃなくて、もうそこにいる。 Hello. Hello, how are you? Good, and you? Yeah, I'm good, thank you. What's your name? What should I call you? Oh, my name is Ted. Hi, Ted. I'm Jonathan. Okay. Jonathan. Hey, nice to meet you. Nice to meet you. My name is Tawashi. Hello. Hello.And you're in Tawashi. Japan? Tawashi. Tawashi. Yeah. Yeah. Okay. He's trying to get into Tokyo University. Okay. And he's studying English for that. Right. Okay. And then he wrote an English essay, not the essay, but like short sentences. So I'd like you to check his English. All right. Okay. That's fine. Yeah, sure. Okay. So, please. So okay. Can you see or should I read? No. However, if you are just confident whenever something...Whenever you do something. Okay, if you are just confident, whenever you do something, you will hurt others' feelings. Right. What's the context? So it's like you will end up hurting other people's feelings. Sure, but it's what... Like if you're too confident about yourself. Mm-hmm. Ah, okay. So if you are overly confident about mm-hmm. yourself, mm-hmm. why does it say however at the start? We have actually the context before this. Ah, okay. So this is a translation question. Okay, so we have however, if you are, we'd probably say if you are too confident. However, if you are too confident whenever you do something, eventually you will hurt others' feelings. Yeah, I can write that. Okay, too confident. Eventually you will hurt other people's feelings. Yeah.Okay, cool. It's not until you yep. realize that you learn to be tolerant. Yeah, you don't say realize your confidence. It's not until you learn to be tolerant. It's not until you... So actually, the correct translation is like you realize your beliefs are sometimes wrong. So it's probably wrong, like, basically. No, how about like you realize you are actually overconfident? Ah, okay. Well, you could say it's not until you realize you are...
that you learn to be tolerant, or that you end up being tolerant. Okay, you end up being tolerant. So, you don't think you learn to be tolerant, right? Not really. Mm. No, you end up or you become tolerant. I don't think you really learn to be tolerant. Right. It's just something you get, so you don't really learn it so much. Right. Is that okay? Got it. Thank you. Okay, thank no problem. Good luck. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye. はい、どうでしたか、添削してみてもらって。いや、やっぱ結構間違ってましたね、はい、はい、なんか結構自分の中でできたかなと思ってたんですけど、はい、やっぱちょっとなんかリアルな英語はちょっと強くなかったです。そうね、こんな感じですね、はい、ぜひキャンブリーってやつですけどね、キャンブリーですね、はい、タワシさんもね使ってもらえれば、あ、ぜひリスニングとかも苦手なんで、はい、いろいろ使いたいと思います、はいはい、で、モリテトゥってね、もう MORITE2 って入れれば皆さん無料で体験できますので、ぜひぜひやってみてください。はい、はい、今回はですね、そういう形でタワシさんの英作文を振り返り、ね、はい、作してもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。